作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは1990年に、ビクター音楽産業株式会社が、PC エンジン CD ロムロム向けに発売したウルトラボックス創刊号です。はい、でこんな感じかな。まあ、CD なんてあんま側面見てもしょうがないんですけど、こんな感じになってて、で裏面がこんな感じになってます。ということで、まあ、見てみるとね、すんごい文字が多いんで全部読みます。まあ、まあその前にね、HE システムね、で CD ロムロムのロゴね、であとはウルトラボックスっていうねロゴがあって、なんかよくわかんない怪獣みたいなのがいます。で創刊号って書いてあって、で気になるヒロイン、90年注目のヒロイン、大集合のデータベース、 PC エンジンソフト図鑑90、PC エンジンのすべてのソフトを紹介、月刊 PC エンジンの有楽専業団団長江口氏もコメント、でホットゲームズ、注目の新作ゲームの紹介だ、星に願いを、偉大なるプロレスラーラッシャー木村大先生の星占いって、でアニマトリックス ボムタウンストーリー、アメリカのジャズバーを舞台に繰り広げられる爽やかな恋のアニメストーリー、過去東映動画プレゼンツ、でちょっと映画ができたなら、ウルトラボックス版外人ギャルナンパ英語だぞ、よくわかんないと、で赤い糸チェック、君とあなたの相性診断で、逆玉開運馬主モノポリー、あなたも清田くん、あなたも連射ができるサイキックコーナーだって、まあ、清田くんちょっと怪しい感じがしてきましたね。で上まだあるんですけど、ゲームコーナー1、仮面ビクター、悪の軍団ヒョッカーに戦いを挑む正義の味方仮面ビクター、ゲームアーツプレゼンツ、すごいですね。で、ゲームコーナーに UB64 かな、難度の高い思考力を要求される感動のエンディングを見られるか、ゲームアーツプレゼンツ、これもゲームアーツですよ。で、実用デート講座、かおりちゃんと原宿編、11PM のカバーガールの小栗香織ちゃんとデートシミュレーション、あらら不思議トレンディーなお店も分かっちゃうぞ、で読者参加コーナー、ジャンキャンボックス、イラストコンテスト、有楽画廊デジタル、写真コンテスト、虹色写真館、香織由美の突撃 Q&A プレゼンツという、プレゼントか、なんかすごいごっちゃごちゃ書いてあるんだけど、まあ裏面もありますよ。でもね、ここにねラッシャーさんの写真がねこう載ってるのがね、これを選んだのがすごいよね。以上、作家でした。はぁ、疲れた。